はい、モンスターストライクやっていきましょう。今ランク D なんですけど、今回やることはランク C に昇格すること。やっていきましょう。どんな感じになってんだろう。こちらはランククエストカウンターです。チームのランクに影響するさまざまなランククエストに挑戦することができますよ。お、 D ランク結構あるね。 1,2,3,4 つか。なるほど、わかったぞ。この4つのクエスト全部クリアすると C ランクになるんだね。じゃあまずはこっから。モンスターの編成全然変えてないけど、まあ大丈夫でしょう。ボス来た。あ、こいつか。よし、じゃあやってくか。水属性が誰もいないっていうね。まあ多分大丈夫だろうと思って水属性入れてこなかったんだけど。いや、しかしちょっとボスのヒットポイントが高めだね。早くランク D に上がりたいんだけどな。うわー、こいつはちょっと硬そうだな。さあどうするか。友情を狙っていくかな。あともう少しで1回目やってられるか。スピードクリア狙っていきたいね。よし、あとスピードクリアまで7ターンか。あー、結構出てきた、結構出てきたな。さあね、相手がバリバリの火属性なのにもう火属性入れてきちゃってるからね。さあどうするかな。こうかな。あ、まあ普通にこれ倒せるな。あとはこいつだけ。よし、半分切った。あの左上のあとターン1で、出してくるちょっとね攻撃が気になるけど。おっと、そんなに食らわなかった。よかった。あ、ちょっと微妙に残したね。あ、ストライクショットを溜まってたんだ。使っておけばよかった。ストライクショット使う必要全くないけど。いや、この調子だったらもう余裕でランク C になるな。さあ次は、次は森の竜。さあ行くか。今回はあれだね、火属性の苦手な水属性がチームに入ってないんで、結構楽々倒せんじゃないかな。あ、結構犬神いいね。火属性だから結構ダメージ入った。今早い早い。1回目やっつけちゃった。あと9ターンスピードクリアまで。さあどうするか。あ、失敗した。あれ、イシス狙ったんだけどな今。さあどうするか。こうしようかな。うん、まだストライクショット犬神は打てないから弱点狙っていくか。
じゃあ使っていくか、ストライクショット。これで決まるかな。このバルドルがね、女の子だと思っていたんですけど、コメント欄見たら男ですよっていう意見があったんですけど、本当ですかこれ、女の子じゃないの。完全に声女の子じゃん。あ、決まんなかった。しょうがない、じゃあ犬神で決めるしかないのか。行くぜ、受けてみな。おー、倒した。あ、いけそうだね。ランク C になれそうだね。次は氷河の竜、火属性の犬神が入っちゃってるけど、まあ変えずにこのまま。ちょっと少しだけね、難しくなってきてるような気がする。気のせいかな。こうしようかな。さあ次はこうかな。いやー結構食らうなーこれ。あ、ストライクショット打てるね。あ、いや今やったつもりないんだけどな。まいいか。今間違えてストライクショット使っちゃった。さあ、あとはこいつか。ちょっと強くなってるような気がする、敵が。よし、倒した。あと7ターン。今んとこ全部スピードクリアで倒してきてるけど、いや結構ワンサが出てくるもんだね。さあじゃあこうするか。バルドルストライクショット使いたいんだけど、ここだとボスに当たんないかな。いけるか。バルドルのストライクショットはあれなんでね、貫通じゃないから、これで当たるか。いくよ、ストライクショット。違う、そこじゃない、そこじゃない。ボスに当てたかったんだけどな。いくぜ、受けてみな、ストライクショット。ああちょっとまずいぞこれ。ちょっと軽くピンチになってる。ストライクショット。お、よかった、ヒットポイント回復した。あぶねえ、敵のボスの次の攻撃がちょっと気になるな。まあ、ヒットポイント最大なんで多分大丈夫でしょう。あー大したことなかった。全然大したことなかった。しぶとい、この水属性のボスちょっとしぶとい。うん、いかないか。あ、よし、いった。じゃあ次のボスじゃないな、次のクエストをクリアすればこれでランク C になるんだ。空洞の滝、違う、空洞の竜だ。重きし間違えた。こいつをやっつけることができればランク C になることができる。これが最後か。長かったような、短かったような。ちょっと待ってよ、なんかこいつだけちょっと強そうだな。ん、こういった方がいいか。これだとちょっとまずいよね。
いけるかな。ちょっと最後のやつがね、なんか強そうだけどね、見た目だけだけど。お、ストライクショット、取っといた方がいいかな。取っとくか。とりあえず今のとこはいけそうだね。なんかもう少しで倒してしまいそうだから、これ一応取っとくか。さあ、ちょっとこれで倒そう。よし、いった。声かわいいね。敵のモンスターの声かわいいね。声と体合ってないでしょ。さ、じゃあもうストライクショットを打っちゃおう。敵の弱点狙って、いくよ、ストライクショット。あ、すげえ入る、すげえダメージ入った。いくぜ、受けてみな、ストライクショット。あ、こっちはあんま入らない、犬神。さ、あともうちょい。どういった方がいいかな。ちょっと友情狙っていきたいんだけど、これでいいか。なんか思ったよりそんなダメージ入んなかった。やっぱ決めるのはバルドルかな、光属性だし。弱点狙っていくか、いけるか。微妙に起こした。ヒットポイントね、一応取っとこうかな。倒せると思うけどね。よし、倒した。声かわいいモンスターの。ああ、これでようやく D ランクから C ランクだ。しかし自分が欲しい進化素材全然手に入んねえな。D ランククエスト制覇おめでとうございます。見事 C ランクにランクアップされましたよ。さて、ここで C ランク昇格の特典報酬のお知らせです。まずね、モンスターボックスを今50体しか入ってないんで大きくしてほしい。今ね、多分カット編集で全部カットしたと思うんですけど、ちょっとモンスターが入りきらなかったんで、モンスターね、捨てちゃったんですよね。パーティー編成のデッキ数が増加しました。これはあんま嬉しくないな。モンスターボックスの上限が50拡張されましたってことは、今50入ってなかった、50までしか入っていないから100入るようになったんだね、きっと。銀メダル2、銅メダル5のガチャメダルをプレゼント。各属性の重石をそれぞれ5個プレゼント。各属性の重玉をそれぞれ1個プレゼント。ようやく自分の欲しいね、あの進化素材が手に入った。各属性の土建地をそれぞれ1体プレゼント。 C ランクの昇格報酬は以上です。結構いろいろもらえたね。全然もう何言われたかもう覚えてないけどね。これからは C ランクのクエストをと言いたいところなのですが、すみません、現在 C ランクのクエストは調整中でして、現段階で受けていただけるランククエストはここまでとなります。ストーリーが進まないとこれ以上受けることはできないってことかな。調整を進めてまいりますので、しばらく経ってからまたお越しください。おー、ようやくランク C 達成。これ全部で何ランクあるんだっけ。 SABCD だから、下から数えて2番目か。私たちなかなかなものじゃない。なんか妖怪ウォッチみたいだな、この。もう妖怪ウォッチもね、最初 E ランクから始まってランクが上がっていくんですけどね。みんなと一緒ならもっと上のランクも狙えそうだ。そうだ、 S ランク狙っていこう。アキラもそう思わないか。ミナミが足を引っ張らなければな。よかった、ホムラレンでなくてよかった。ところでそろそろ時間だぞ。あー、そうかそうか、カラオケ行くんだった。完全に忘れていたけど、これカラオケ行く間までね、ちょっとこのランククエストを受けようっていう話だったな、きっと。そっかそっか、完全に忘れていたな。ところでカラオケ店ってどこだっけ。グレイスモールの3階だ。アキラがしっかりしていてよかったね。
みなみ、一緒に行こう。よし、急いでカラオケ店に行こう。あ、じゃあこれからグレイスモールのカラオケ店に向かうんだね。はい、ということで、今回はですね、めでたく D ランクから C ランクにね、上がりました。じゃあ次回はですね、グレイスモールのカラオケ店に行きましょう。